どうも、翔平チャンネルです。写真の単体動画だね。確かに。まずそこだよ。っていうのもそうなんですけど、私が動画に出演していない期間でサングラスやったりとか、メガネを買ったりしたので、そちらを紹介したいと思います。今回サングラス紹介なんですけど、翔平さん結構サングラスかけるじゃないですか。はい、かけますね。チャンネルのトップページもあのね確かにそう、それも飾るし、そう、なんかサングラスをよくかけてる理由とかあるんですか。やっぱ特に深い理由は正直ないですけど、うん、雰囲気がすごい変わるからっていうのが僕の中ではありますね。顔のイメージだったりとか、スタイリングだったりとか。あの、僕も目つき悪いんでサングラスでちょっとカモフラージュしてるつもりなんですけど、より目つき悪くなるみたいな印象がね。そう逆効果なんだけど、でも自分で言うのもあれだけど、サングラスが似合う顔面ではあると思う。ブスだから、自分で認めるブスだからいやほんとほんと、だからそういうのでつけてるから、はい、あとそう、基本的にこうサングラスとかメガネをこうつけたいっていうのが日常的に、そう、なんか落ち着くっていうのが一番の理由かな。それでずっとつけてるね。だってメガネとか目はいいんですよ、うん、僕。なるほど。めちゃめちゃメイク 1.2 とか 1.5 ぐらい。ああ、結構目いいっすね。そう、目は全然良くて、だからどれもドア入ってないんだけど、はい、単純におしゃれとしてつけてるから、ファッションアイテムの一つとして。そう、まずはじめにブランドの詳細から説明したいと思います。はい、今回紹介するカザールというアイウェアブランドはドイツミュンヘンのオプクチュール社から出されているものです。名前の由来がデザイナーのカリツァローニに由来するものですね。略してカザールってことですね。カリツァローニはギリシアのアテネに1937年に生まれました。で、オーストリアのウィーン芸術アカデミーで伝統的な建築デザインを学んで、家具とか陶器とかのデザインの仕事をされていたりした後に、1975年にカザールのデザイナーとしてデビューしたと。なるほど。このブランドの特徴はやっぱり他にはないデザインというか、美しいフレームが特徴的と言われていて、デザイナーの方がやっぱ建築デザインとかをアカデミーの方で学ばれているので、まあ一般的なメガネのフレームじゃないような形がやっぱ多いのかなと。かなりこう有名人の著名人の方とかにもこう愛されるようなアイウェアブランドかなと。でもすごいですね、建築系から入ってるんだ。うん、すごい。そもそも、うん、デザインソースがね、豊富です。そう、うん、どっから学ぶんだろうね。だから単純な素朴な疑問になっちゃうけど、じゃあ今かけてるアイウェアから一個一個紹介していきましょうか。はい、はい、まずはじめにこちらですね、926の型のサングラス紹介します。こちらのサングラスですね、どうですか。全面じゃないところもこうね、ガラスというか、こだわりがすごい出てますね。まあこういうちょっとサングラスの特徴なんですけど、まあ、横のここですね、フレームのところ、まあ、ここのデザインが好きなんですよ僕。基本的にサングラス選ぶとき結構大事にします。横の顔でこう見たときに印象をつくっていうのと、まあ、こういう方ってゴルチエとかも、あー確かにゴルチエあるんですけど、まあ、まずここがいいなっていうところと、このサングラスそもそも買った理由としては、縁のとこがクリアなものが欲しかったので、それで購入したものになります。購入時期の結構前なんで、そもそもがいつぐらいですか。2年ぐらいかな。あ、結構前ですね。うん、あの最後ぐらいじゃない、うん、それの後か前かぐらいだね、うん、はい、今はこの型は廃盤なんでしたっけ。型はあるんですけど、この色が廃盤ですね。あの完全にこうクリアな色、うんうん、今あのレンズに、まあ、これもついてはいるんですけど、今のものは色がついちゃってますね。スモークがかかってる。ああ、そうですそうです。なるほど。もう完全にクリアなやつ欲しかったんで、めちゃめちゃクリアですね。はい、値段が5万5000円の型になりますね。5万5000円のサングラス、いいお値段しますねまあでもここまでこうね、綺麗でいいものであれば一生使えるようなものなんじゃないですか。確かに、調整さえすればね。布団なければまあ本当クリアなサングラスって他もあるんですけど、結構僕メガネとかサングラスめちゃめちゃ持ってるんで、経験則から言うと、はいはい、丸いタイプのクリアなものはあんまり似合わない、日本人はって思いました。あ、まあ、そう、目つきが相当悪い人だったら、はいはいはい、ヤさんみたいに見えるけど、普通の日本人顔だとちょっと似合わないかなっていうのは思いましたね。だからこういうちょっと長方形ですかね、うんうんうん、スクエア型のタイプのものの方が似合うのかなっていうところですね。バチッとはまるってことですね、はい、
あとスタイリングに合わせやすいのか。確かに。わりかしこう今日みたいにちょっとレザーで、うん、ちょっと言い方あれですけどいかついような感じ、僕そういうスタイリング今好きなんで、うん、であったりとか、あとはクラシックな感じの服装ですね。ヨーロッパの昔の、まあ、1980年代とか、はいはいはい、90年代のああいうスーツスタイルの方とかも似合うかなとは思いますね、うん、顔周りのアクセントとして。ああそうですね、そうですね、はい、まずこちら1本欲しいなっていうデザインですよね、本当に飾るの。かけてみます。かけちゃいますか3人だといいねこのテンポがあるからね。あなんかラッパー感漂うラッパー感売れてねえなこういう感じでここのもう一個あるところですね、ここの、うんうん、レンズが、これ珍しいですよね、まあ、本来のねサングラスとかメガネとか、うん、アイウェアだとフレームとレンズのこのね耳にかける部分とこう接合というか、うん、ネジの部分じゃないですか。そうですね、そこもレンズを使ってるので目引きますよね、デザインは。あ、本当。この色は売ってないんですけど現行のタイプはまだ出てますのでチェックしてみてください。次こちらですね、623タイプのこれ伊達メガネですね。うーん、これちょっとファッションではそんなつけないかな、正直。こういう感じでまあ似合わなくもないですけど。普段はどのシーンで着用されてるのが多いですか。あの今マスクするようになったじゃないですか。そうですね、マスクの時にビッグスクエアのメガネ似合うなと思って、あでそれで買ったんですよ。ただ僕オンラインでこれ買って思いのほか想像の 1.5 倍くらいでかかったもうちょっとちっちゃいの想像してたんですけど、まあ、ちょっと大きかったかなっていうのはありますね。一応特徴としてはまあ縁がかなり太いのかなっていうところと、レンズとフレームの、まあ、象徴がかなりあるのかなというところですね。でサイドはこういう感じになってて、だカザールはこの横がいいですね、本当にかっこいい。ブランドのロゴが彫ってある、ね、そうなんですよ。これただの普通のやつでしたら、まあ、韓国とかのやつで1000円ぐらいで売ってるんじゃないですか。あ、でこういうところでやっぱりブランディングしっかりされてるんで、だ高級サングラスって呼ばれるものはこういう横のとことか、うんうん、まあ、デザインが本当に細部までこだわりが、ね、あ、そうです、ありますね。値段が 48,400円ですね、うん、まあ伊達メガネでその値段だと高いのか。確かに高い、まあ、いい値段はしますね。僕やっぱこだわり強いんですよねまあこれに関してはもう本当ファッションで利用するよりはスーツ利用、うん、あがメインですね、どちらかというと。本当気分転換で買える時っていうと、うんうん、あとはこれ今つけてて今ジェルで固めてるので、なんかその固まったやつに引っかかって今止まってるんですけど、はい、あの鼻が小さい人はサイズ絶対合わないです。これ僕普段これ普通にこうノーセットの時めちゃめちゃ落ちてきて、あの止めるやつ買わないとなって思ってるぐらいなので、まあ鼻が、まあ、大きい人っていうんですか、うんうん、は引っかかりますけど、そうじゃない鼻が小さい人とかは確実にここのところパッドがないので、うん、落ちてきちゃいます、滑ってくる感じですね、はい、なのでそこはケアが必要かなっていうところと、横のところですね、フレームが太いので補強できないんですよこれ。なのでここのパッドの部分に自分でシール貼ってパッド作るしかないんですよ。あ、そうなんですね。そうしようかなと思ってます僕は、ここのとこによくこうパッドがないタイプのメガネとかもありますけど、はい、カザールのこのデザインだとこう重さが多分あると思うんで、うんうん、ああそうですね、重厚感ありますね。結構落ちやすいんじゃないかなと思いますね、うん、確かに。まあでも気に入ってますこれは、うんうん、かっこいいですねやっぱりね、まあ、外で利用してないんで、うん、あれですけど似合ってますこれ。でもめちゃめちゃ似合ってますよあ本当、うんうん、はい、アクセントがあるまた出るんで、よかった。最初つけてめっちゃ落ちてきたから、あ正直結構萎えた。あこれがオンラインかメガネはかけないとダメだと思って、うん、ただもう在宅だから、そう外行くのもめんどくさいしっていう、そうそうそう、そんな感じですね。どうです、賢さが上がったみたいな感じですか確かにこのやっぱサイドの金の入り方がいいですね。あやっぱここだよね、いいよねこれ、うん、このやっぱサイドの金の部分が入ることによって締めてくれるというか、いやリッチに仕上がるイメージはありますね、うん、まあ、このサングラスがちょっと大きいなっていう人は過去にトム・ブラウンの伊達メガネ紹介してるので、あれはめちゃめちゃおすすめですね。トム・ブラウンだったらあれって言っても過言じゃないぐらい、伊達メガネだとあれ超えるのないね。つけ心地本当にあれはいいね、だ俺アホだから落としちゃったんだよなちょっと傷ついちゃったんですけど、まあ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 、そういうのもねポジティブに捉えていってる感じですね。はい、カザールの623タイプの紹介でした。最後カザールの607の3のリミテッドエディションのタイプのやつですね。はい、
どうです？いやもういつものもう、あーそっか、翔平チャンネルのコスガのやつですね。そうですそうです、チャンネルの顔ですね。このサングラスはまず特徴からですね、普通のこの607タイプって、はいはい、先ほどお見せした623タイプのこの黒フレームと同じものなんですけど、この607の僕が今持ってるタイプはレザーなんですよね。まずそこが特徴ですね。もうそれで買ったと言っても過言じゃないですね。鱗というかね、はい、片押しっぽい感じのね、質感もいいし、これがねマジでかっこいい、本当にこれ高級感ズバ抜けて高いっすね。いやそうなんですよ。でこれはもう売ってないっす、このタイプ、廃盤になるんですね、はい、これ世界で999本しか売ってないっす、スペシャルな、そのうちの1本で、あった999の501って書いてあるんですけど、501番目というところで、このフレームの横の部分もめちゃめちゃ僕気に入ってて、こいつはまあちょっといかつさ増しちゃうんですけど、僕の好きなサングラスのタイプですね。目元がちょうど見えないぐらいでもちょっとよく見れば見えるみたいな、はい、もう真っ暗じゃないけど、まあ本当、まあ、チラッと見えるこのセクシーな感じですね。上品なエロさってやつですね。ああそうですそうです、そういうサングラスは好きですね。だ夜はねこういうのやっぱつけれないんで、まあ僕あれなんですよ、世界何本とかめちゃめちゃ弱いんで、アップルウォッチもそうでしたね。そうそうそう、ああいうこうなんか特別感生まれるようなブランディングされるともうすぐ飛びついちゃうね。これ1本しかないよとかって思う。限定に弱い。いや弱い弱い弱い。このレザーじゃないタイプでも、普通の607のタイプでも芸能人の方、うんうん、結構つけてますね。ラッパーも JG とか、はいはいはい、あとはピーパブロはこのものをつけてます、肩つけてたりとか、あと G ドラゴンさんとかね、はいはいはい、これの普通のクリアなタイプのもの、なるほどなるほど、使ってたりとか、607タイプは結構メディさんとかつけてたね、いろんな方つけてますね。結構数々のアーティストに愛されるブランドって感じですね。本当、ま、間違いないですね、数あるは。つけ心地はこいつはいいですね。へえ、そうなんですね。623タイプと比べると鼻当ての部分があの細いのでちょうどジャストサイズっていう感じですね。ヘビ君ちょっときついよ、さっきこれちょうどって言ってたから。そうっすね、多分ちょっときつい感じはありそうっすね、小鼻がでかいんで。でもこいつはでも万能ですね。いろんな洋服に合わせやすそうですね。確かに確かに。サングラス選ぶ上で、まあ、この横の部分とか、あとデザインですね、本当に。普通のシンプルはあんまり僕買わないんで、基本的に何かこう突出してるようなものを選ぶようにしてますね。なるほど、はい、こいつ中古で買いましたね、あの楽天で買いました。いくらだったっけ、6万ぐらいした記憶ありますね。もう中古で6万とか、今もそれぐらいするんじゃないかな、多分ようなものですね。めちゃめちゃいい、かっこいいですね。このサングラスが一番しっくりきてますね。いや本当に間違いないです。翔平さんがかけてるサングラスといえばっていうのをこう頭に思い浮かんで、これが出てくるみたいな、確かに確かに、ジバします、ね、もうやっぱ一番あって分かるのがバシッとくるなっていう、ハマってる感じはありますね。これ買ってよかった、ぜひちょっと皆さんもよかったらカザールのサングラスチェックしてみてください。全体的にやっぱ高級感があって、まあお値段は多分するかもしれないんですけど、値段相応の価値というかはあるし、どのスタイリングに合わせられるっていうか、スーツスタイルでも大丈夫だし、ちょっとカジュアルな雰囲気でデニムとか合わせちゃってもちょっとアメリカンカジュアル的な雰囲気に持ってこれるっていうのはかなりでかいポイントかなと思いますね。こういう本当奇抜なファッションになると、まあこれ偏見ですけど、髪上げてないと似合わないイメージあるんですよね。確かに、そう、そこはスタイリングとしてのコツかもしれないですね。まあ本当モデルさんのようなかっこいい方であればね、別だと思うんですけど、そこは僕は気をつけてますね。サングラスとかは基本的には頭を上げるようにしてますね、ヘアスタイルとか。こうレンズにもこう黒煙があるのはカザールの特徴でもあるんですか、これは。そうですね、ここのところですよね、レンズの縁に。まあここの位置は本当は入れないでほしいけどね。正直言うとやっぱ視界にね、あ、そう気になるね、まあ、こいつは気になるけど、こっちはちょっと気になる、ね、これ大きいですもんね。そう、結構普段僕はサングラスをかけないタイプなんですけど、こうやっていろんなデザイン見てみると気になっちゃいますね。サングラスいい、サングラスめちゃめちゃかっこいいですね。めちゃめちゃいい。今難しいんだよね、やっぱマスクつけるから。スタイリングとしてマスクとサングラスなんかあんまりマッチしないというか。確かに、そうそうそう、だからそこはあるけど、それ除いたらめちゃめちゃサングラスはいい。自分の顔隠れてる感じがいいんだよね。あ、もうちょっとマスク的な要素として、なんか家の中にいる時ってさ、まあもちろん自分の家だからリラックスできるじゃん、ああいう感じに近い、ね、
感覚で言うと、目元隠れるだけでめちゃめちゃ安心感ある。しかも気分的にも高揚しますよね。あ、そう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 、確かに確かに。サングラスの宣伝動画ね。お金をもらってないですね。企業動画でもね。早くね、こうマスクが取れる時代になるといいですね。そうですね、本当ね、コロナね、間違いないですね、うん、確かに。はい、ちょっと今回こんな団子3兄弟みたいな感じで数あるの3つ紹介する動画になりましたけど、この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あとはスナップ媒体として東京ポッドスナップもございますので、そちらのチェックもお願いいたします。お願いします。お願いします。以上、翔平チャンネルでした。バイ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 これマジ底辺っぽいよね